電車待ちなんですけど、今日は本当は江ノ島に行く予定やったんやけど、うん、それが豊洲に行く予定になってで豊洲行くのが今日なくなっちゃってスシローに行きまーすなんか海鮮食べたい気分やったから、うん、だからスシローに行ってどれだけ食べれるかはいをしていきたいと思います。いっぱい寿司のネタさ食べれるようになってからさ、スシロー行くの初めてちゃう。確かに、なんかいつもスシロー行っても卵とか納豆しか食べへんからあんま寿司屋さん行かんのですよ、うん、だけど最近食べれるようになったので、うん、ちょっと行ってきたいと思います。スシロー行ってきます。いただきます。見てまだ来るはずやけど、うまいな、うますぎる。リコは焼きサーモン、焼きサーモン。もうちょっと見た商品をお取りください。いくらめっちゃうまい。今？うん。寿司ローってなくなったから、なんかなくない？ないな。あ、渋谷とかにあるの？な。私が絶対お寿司屋さんに行ったら頼むのは、じゃーん、しらすちゃん。サーモンチーズ絶対ない。ん？しらすもめっちゃうまい。あなたは今減量中で夜は食べれないんですよ。お昼にどれだけお腹いっぱいになるかっていうのを一人でしてます。私の大好きな納豆ちゃん、これもマスト、うん、でもさ、それぐらいしか食べれへんかったような昔やろ、ちっちゃい時、うん、美味しい。回転してないんやけど、確かに、確かに、なんか一貫のちょっと高級なやつ。サーモン390円。うまい。うまうまい。これもめっちゃ美味しそう。うん、タイのごま漬けみたいなやつ、うん、うまい？うまっ、プリプリ。今6皿です。食べ終わりました。というわけで頼みます。味噌汁とか飲みたいところだけどお腹いっぱいになってしまう。なんかだいぶ来とる。ん？だいぶ来とる。来とる。え？お腹いっぱいってこと？え？しんちゃん？たまごちゃん3つ頼みました。え、お味噌汁飲みたい。飲みたいですか？それ飲みたい。青砂糖のりの味噌汁。じゃあもう食べちゃった。早すぎ。マジでなりかとりこってさ、飲んでない。なんで食べないの？よくないよ。ダイエット的にもよくない。いや、ダイエットしとんねんけど、この動画撮っとるのは間違いない。ほんまにポテトとかも食べても。食べよう。到着した商品をお取りください。ごめんなさいね、私の来たしらすちゃん7皿食べて、牛塩カルビチーズ乗ってるやつ、うまっ。うまっ。うまっ。女性8皿らしい。で、男性が11皿。何よ。9。平均は越しました。でもお腹いっぱい。だんだん。もうやばい。次は何食べようかな。よっぽ。結構お腹いっぱい。多分昔6皿とかじゃない。納豆。卵みたいな感じ。うん、リカマジ結構お腹いっぱいなの？結構重い。
どれぐらい今10分の。え?6ぐらい。ガチ。え、でもさ、あのさ、あれない、なんか大学院のみたいなデザートない？あの、ないか、ここじゃないか。デザートまで行こうとしとびっくりするわ。到着した商品をお取りください。びっくりした、だけ頼んだ。え、またボリューミーな着てしまった。何これ？カニカマ天ぷら。あれやん、大学院も。え、もう無理やって。あのお寿司屋さんの大学芋めっちゃうまいから。え、何買おうの？ん、わかんないですね。まあ、誰も着とるよ、フライドポテト。まあ、着てない。来るかよ、泣くかよ。小粒納豆ちゃん、やば、家で食べれない。豊洲行く予定だけど、豊洲のところのはなんかすごい、あの海外の人向けに作られてるからめっちゃ高いって、金額が。じゃあ副業で正解あったんか。うん、うまギブ、もう負け。見て、ポテト見た。到着した商品をお取りください。到着した商品をお取りください。さあ、もうどんな気分？しらす、しらすさんさまね。マジうまいから、しらす。え、食べた？え？生姜が、生姜のおかげで。ここちゃうな、かわいそう。大事な生姜が落ちた。うん、美味しい。皆さんも食べやな。いかない。さっき6分目って言ったけど、一気に今 8.5 ぐらい。はい、というわけで食べてきました。なんと私は11皿、リカは9皿しか食べれなかった。でももっと食べれると思った。いや、ほんまに、うん、だいぶお腹空かせていったんよな。めっちゃ腹ペコやったよね。でも久しぶりにスシロー行けて超美味しかったです。めっちゃいろんなネタ食べれて幸せでした。リコほとんどシラスやけど、ほんまにシラスと納豆しか食べてない。今日は夜ご飯ちょっと控えめにしたいと思います。はい、はい、というわけで皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。